ゆうだろうは、日本の男性俳優、モデル。広島県出身。大阪府に本店を持つアパレルショップ、サントニ分の一が、期間限定で、地元の広島県で開いた店に行ってみたところ、その世界観に衝撃を受ける。そこで、オーナーにスカウトされ、大阪本店で働くようになる。2016年、たまたま上京した時に竹下通りを歩いていたところ、バラエティ番組。 マツコ会議のスタッフに声をかけられ、1月23日放送会に出演。同ショップの原宿店店員のむゆわと共に取り上げられ、話題となる。その後、遊びシステムと契約を結び、2月21日放送会の行列のできる法律相談所の出演を機に、本格的な芸能界デビューを果たした。2017年、舞台、初恋モンスターで、 舞台初出演を果たす。姉が二人、妹が一人いる。2016年の情報サイト VIP プレスとモデルプレスとのインタビューによると、今までちゃんと誰かを好きになったことがないが、年上の女性に魅力を感じている。自分の母親が大好きなため、タイプの女性はお母さんのような方。恋愛対象は男女どちらでもなく、最初に恋をしたのは小学六年生の時。 相手は東京からの転校生であった。自分が非常に痩せ型であることから、太っていることをコンプレックスに思っておらず、肌を露出しているような明るいぽっちゃりな人が好きで、芸能人で言うと渡辺直美や森美中の大島美雪。また力士も好きだという。憧れの人物はモデルのローラーで女性の理想像と語っている。小さい時は控えめな性格であった。 中学時代には2、3年間ほとんど学校に通っていないかった。中学卒業後、高校へは進学せず養殖屋で働いていた。家から出るときはマスクをつけないと出られないくらい自分の顔が嫌いで、そんな時に姉に化粧を教えてもらったのがきっかけで自分でも化粧をするようになった。うさたくまと W キャスト、ありがとうございます。